こ三の丸ですね。後ろは三の丸で、二の丸、それから本丸までずっとほぼ平坦道だそうです。だからここの防御地点としては三の丸突破されるとほぼあれなんでしょうね。防御しきれないってことになっちゃいますね。その下の車でなんとか止めないと。今が二の丸です。この辺が二の丸。から一個降りなきゃいけないな。ここが二の丸なんですけど、どっかから降りなきゃいけない。